横尾出顔は日本の俳優である。本名は横尾勇。小畜鎌田撮影所、東宝などの喜劇映画で活躍した名脇役,役である。1899年8月9日、佐賀県に生まれる。父親は佐賀藩の藩士であったという。幼少期、一家と共に東京府東京市麻布区飯倉町に移る。飯倉小学校、旧姓麻布中学校を経て、 東京美術学校洋画家に入学。黒田清照の和塾にも通っていたが、同塾で後に映画監督となる鈴木重吉と知り合う。卒業後、栃木県立宇都宮高等女学校で教諭を2年間だけ、勤め、兵役も1年だけ付き、1923年、小畜鎌田撮影所美術部に入社。ついで助監督に転向したが、身長185センチ。 体重98キロという大柄な体型を買われ、1925年5月公開の鈴木伝明主演のサイレント、A、映画、春はこれりに助演したのがきっかけで俳優に転向し、横行で顔を芸名とする。以後、デンやアキラグループの一人として、鈴木伝明主演映画にほとんど出演するほか、撮影所長、木戸志郎が推進する短編喜劇映画で活躍した。 1927年には早くも、準幹部に昇格し、1929年の鈴木、伝えむえ主演、牛原宇津彦監督映画、彼と人生では、吉谷久男の小さな労働者役に対して、大きな労働者役で出演し、凹凸コンビで知られた。また、1931年公開で、五所平之助が監督を務めた、日本初の本格的な陶器映画、 マダムと女房の冒頭に登場する画家役で出演している。1931年9月、鈴木伝明、渡辺厚史らと共に、鎌田撮影所を退社し、富士映画社の設立に参加した。1932年11月には、渡辺らと浅草公演劇場に、喜劇爆笑隊を旗揚げした。1933年3月の同社会散後は、同年4月に、 古川六波が設立した劇団笑いの王国に参加し、東京府東京市浅草区にある常磐座での旗揚げ公演、我らが中心蔵など、大男を売りにして活躍した。同年8月に公開した写真科学研究所の第一回自主制作品、音楽喜劇ろよ非人生に出演。同作では、彼と人生で演じたのと同一の対比のキャスティングが行われ、 吉谷久雄の小泥棒役、横尾の親泥棒役の凹凸コンビを演じた。また、高田実が起こした高田プロダクションの作品にも出演していた。戦後も、榎本健一、清水君一らが主演の喜劇映画で活躍。1945年に制作され、1952年に公開された黒沢明監督映画、虎の尾を踏む男たちにも出演している。 ところが、1955年公開の津田藤を、監督映画、正義の階段時、中野源次の冒険完結編地下放題の恐怖に、出演して、以降の出演作品が見当たらず、以後の消息は不明であったが、翌1956年7月5日、人造炎のため、東京都杉並区容疑の自宅で死去した、万56歳没、虎のを踏む男たち、 1945年、ありがとうございます。